今日も県内は厳しい暑さとなりました。こうした中、今月12日の大雨で被害を受けた津幡町では復旧作業が続いていますが、ある理由で復旧できない場所もありました。今月12日の豪雨で被害が大きかった津幡町の中山地区です。今日もボランティアが駆けつけ、家の片付けなど復旧作業が進められました。県内は今日もほとんどの地点で30度を超える真夏日となりました。暑い暑さのためにまた、肉体的にも、いろんな意味で大変です。ボランティア来てさっと、昨日今日とこしてやってくれてたけど、大いに助かるけどね。当時家の前の道路が川のようになっていたというこちらの男性、家の片付けは少しずつ進んでいますが、悔しさをにじませます。ほら、なんていうか、思い出の全てが一瞬のうちに、ダメになってもやろう。それがやっぱり精神的につらいね。一方、こちらは河北市のスイカ畑。ここにも大きな被害が出ています。結局根っこが水に一回浸かっとるもんで、スイカどん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 肥大していくのに結局根っこが追いついてないもんで。水はけが良いとされる砂丘地の畑、しかし記録的な雨で畑一面が水に浸かった結果、これとか触ったらちょっと人間のイボみたいな炭素病って言って、これ2日3日置くとすぐ腐るの。全体のおよそ2割が枯れたり病気になったりして出荷できなくなりました。そして畑が抱える問題は他にも。こことかあそことか修繕するときって言ったら重機入れるしかないから、重機入れたら多分ここにきれいにこう植えてあるこれもう全部潰すしかないから。ここは河北市特産のさつまいも、河北栗の畑。無事に残った苗を犠牲にしなければ砂を補充するための重機が入れられません。そのまま行けばちゃんとね、いいものになるかもしれないから潰したくはないけど、でも潰さんと結局これこのままにしとくと多分また大きい雨降ったら もっと被害大きくなる、間違いなく。復旧したいけどできない、そうしたもどかしい思いも被災地では生まれています。